とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はコメントありがとうございます。投資の締め具の簡単な入手方法はないでしょうかという質問ですね。ありがとうございます。投資の締め具、結構重宝するときありますよね。で、入手方法ですけども、まあ場所としては、ダウンロードコンテンツがない場合は、締めっぽい洞窟、まあ、ここが無難かと思います。このガントレットね。うん。運が良ければ、まあ、1時間回って、2、3個、入手することができると思います。まあ、運が悪ければ、2時間ぐらい回っても、出ないこともありますね。で、ダウンロードコンテンツがあるのであれば、ここ。サンゴの丘。ここがおすすめです。サンゴの丘は宝箱が結構多いので、ガントレット、闘志の締め具ですね、が出やすくなっております。で、ノーマル品を狙うっていうのもいいんですけども、まあ、個人的にはここもおすすめです。古代狩りですね。古代狩りで、ムーシュルームが、闘志の締め具を落とします。で、おすすめのお供え物ですけども、武器に、ダガーか鎌。どっちでもいいです。まあ、鎌にしましょう。で、防具をミステリーアーマー。で、アーティファクトに、羽かブーツですね。そうすると、ムーシュルームだけが出るようになります。で、これに、まあ、レベルを捧げていけば 90% 以上になりますので、まあまあ、どうしても欲しい人はレベルを捧げていってもいいのではないでしょうか。まあ、46% だとしても、そうね、一周に2、3体出ることもありますので、まあ、このままでもいいんではないでしょうか。で、この捧げ物の、お供え物ね、の入手方法は、もう砂漠の寺院です。ここで、鎌、そしてミステリーアーマー、で、ブーツ、全部出ます。で、ブーツ以外はよく出るんですけども、ブーツは出にくい。ということで、王の隠れ家。ここもおすすめです。ここは、羽が出ますし、一周1分ちょっとで終わりますので、まあ、王の隠れ家と砂漠の寺院、ここをやって、お供え物を増やしていってください。そして、古代狩りで、この3つをお供えして、周回すれば大丈夫かと思います。まあ、とりあえず、古代狩り今日はやっていきたいと思います。いや、古代狩り久しぶりですね。やっていきましょう。チェスト23。23だったらば、多分、2体ぐらいはいてくれるかな、どうでしょう。できれば、多めに欲しいところだけども、ちょっとわかりませんね。OK。で、古代狩り行くときは、もう周回しやすい装備がいいです。まあ、個人的には、まあ、いつもやってるんですけども、これね、稲妻の矢筒ビルド、これが間違いないと思います。OK。で、難易度は、上げてきてるんですけども、まあ、周回するのであれば、難易度を若干落として、で、闘志の締め具を入手したらば、鍛冶屋で上げていけばいいのではないでしょうか。まあまあ、稲妻のやつビルドだったら、全然難易度下げなくても、余裕でいけると思いますので、まあやってみてください。まあダウンロードコンテンツないと、ちょっとこの稲妻のやつはね、入手できないんですけども、まあギフトではできるか。なんとかまあ入手してみてください。これ本当に周回に向いてますので、絶対おすすめ。あれ、いねえな。最初のこのエリア、多分、いたいたいた、いるか。いたー。でね、ムーシュルームが確かね、出すやつ多いのよ。ガントレットだけじゃなくって、刀とかも出すので、毎回出すかはわかりません。じゃあ、で、ポケ持ってます。気をつけてください。はい、ゴーストリー、外れー。おっと、ありました。
頼むよ、早めに出てくれ。ノーマルステージを周回するよりは断然早いとは思います。違う。よっしゃ、3体目。まあ、一周に3体いれば、まあいいでしょう。まあ、レベルをね、今回捧げてるので、まあ、これぐらい出て当たり前かもしれないんだけども、どう？またゴーストに1回。で、クリアしましたら、ピグリンのお店で、3回ぐらい更新して、アイテムをチェックしてください。出ないですね。こうなったらば、また、もう一周、ということで、周回していきましょう。次はどうだ？頼むよ。あ、ガントレットか。マウラーズ。次は出てきてくれるかな？ダメか。うわ、違う。久しぶりだったから忘れてました。これつけてください。装備の幸運の海ですね。防具につくエンチャントなんですけども、レアドロップ率が上がります。この幸運の海の3をつけるようにしてください。これでね、全然変わります。2時間やったんですけども、1個も出ておりません。今日はね、諦めたいと思います。ほんと出るときはね、サクッと出るんですけども、出ないとき、ほんとに出ません。なので、そういうときには、1日待つとか、そうやった方が、心が折れないかと思います。はい、そういう感じでやっていってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。